入っていきます。というわけで今日も始まります。今日はね、新見市に来てます。まあ、新見市といったら地屋牛が有名なんですよね。地屋牛をねいただこうと思い、今日はね焼肉屋さんに来ました。前からすごい気になってる場所なんですけど、185線にねあります焼肉屋さんです。まあ2021年牛年ということで、初めての焼肉屋さんです。ちょっと入っていこうかなと思います。時間になりました。結構ねお客さんも賑わってんで、ちょっと今日こちらいただこうかなと思います。こちらメニューになってます。結構いいですね。カルビとかも全部チヤ牛。違います。チヤ牛は上だけですね。はい、わかりました。はい、わかりました。ありがとうございます。はい。ダクソの方もしよろしければ。すいません。どうぞ。はい。せっかくね、チア牛ということで、特上カルビ行きましょうかね。ちょっとこれを、これ何がおすすめなんだろうな。塩ぐらい。これ一つ。なんか焼いていきましょうかね。ホタテとか。ホタテ、ライス、ダイ、まあ、いろいろあるわけですか。ファンタグレープ、お酒飲みたいですね。今日一人なんで。いろいろあるんですね。ココナッツ、面白いですこれ。お持ち帰りもねできるということで。いいですね。12ページあるとほとんど、はい、
ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ来ました、こちらです、チア牛。こちらがあれですね、チア牛と特上カルビ。こちらがチア牛です。これを早速焼いていこうかなと思います。焼いていきます。見てください、これ。うわー、仕上げは初めてなんですよね。ちょっとなんかいい感じです。焼いていきます。こういう感じ、おー、どうやったやろ。焼いていきます。瞬速で焼くのかな。まずね、お塩からいただこうかなと思います。うわ、めっちゃ柔らかい。続いてタレ漬けで特上カルビ。うまい。野菜もサービスということでいいですね。中に入ってみましょう。でこちらのお肉もタレかな、タレでタレつけて早速いただきます。あ、柔らかい。うん、溶けますお口になる。うん、そう、ホラテもね。
よし。というわけで、しっかり食べました。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。今回はですね、この新見市にあります焼肉の金山さんにお邪魔させていただきました。まあ一人で行ったんですけども、ちょっと食べることができました。で、個室に案内されました。で、まあ結構ね、個室みたいな感じでね、結構ソーシャルディスタンス感は取れてるかなと思います。はい、本当にここのお肉ほんまに柔らかいっていうか、お口の中で溶けますね。というわけで、まあ、詳しくはね、この概要欄に載せてますんで、確認してぜひ、またタイミングで行ってみてください。というわけで、ありがとうございました。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。